でね、今日もね、えー、ちょっとガチャを引いていこうと思いますと、お前よくこのゲームにそんな課金できるなとか言えそうでしょう。他のゲームで課金できないからね、ここしかないんだよねって感じ、マジで。まあ、カンナバロとマルディーニだから、正直俺好きだから、この二人。カフーもね、まあ嫌いじゃないと。ただ今回気になるのがね、それ以外の方がちょっと出が悪い、うん、メンツがいまいちだなっていう。 まあ、ちょっと使えないよね。クリバリぐらいうん。ロメル・ルカクにスーパーサブネをついてたら使うんだけど、とかいうレベルで、今回あんま使えないから、まあ、サクッと出てほしいなっていう。相変わらずこのリセットの位置が気になるよねっていう。まあ、マルディーニカフ、えー、ファビオ・カナガロがサクッと出てほしいと。えー、マウロ・ジュニオール知らない。もういい。サクッといくサクッと今回は。 えー、このゲームね、ガチャに時間かかりすぎなんだよ。23万、はいはいはい。よくわからん。あ、こいつ持ってるよ。えー、っとね、FP みたいなやつを。うん。相変わらずリセットの位置が気になるよねって。うん。めんどくさいから、1万円分一気に、あれ、もう来た。びっくりした。カフーだ。 えー、年齢的に32歳だから、まあ、うん、あれだねって感じ。まあ、俺の狙いは、マルディーニ、ファイブヨカンナバーロー、この2人もう確定ですよねっていう。うん、誰だこれセリア、えー、知らないうん、見てないセリアなんて、正直。今時も。えーい。 えー、29ナポリ、ラツヨラツヨだな、この感じ。ラッツァーリ。ラッツァーリ、ラツヨなんなんだ、これはっていう。えー、n b a 2 k の方もね、ちょっとあのーえー、一段落ついたんで、エイペックスの方もろうかなと思ってますと、これはベルデ、知らない。ベルデ。相変わらずこのリセットの位置が気になるのね。マルディーニカンなバローが欲しい、えー。フィオレンティー フィオレンティーナしかわかんないね。フィオレンティーナって言ったら一回破産してんだよね、確かあれ。えー、っと、ルイ・コスタとかバティス・スータの時代のフィオレンティーナとは別もんでね。これ、ミ,ミラン違うか。どここれジェノアデストロあ、デストロってあれだ、ボローニャにいた選手だ、昔。うん。あのー、いわゆる万能型のストライカーって言われてたんだけど、あー、バレラね、これ。うん。 この選手は、スーパーサブ消えてる。スーパーサブあったのに。まあ、イタリア代表の主力だから、いつまでもスーパーサブつけてたらおかしいってことかこれはってあれフミンだ。ちょっと、この選手宗教的に許されないからね、俺。これ使うのは。うーん、まあ FP で99ソンフミンが出てきたら使うかなってぐらい。これはミランか がっゃ知らねえ。まあね、こうやってガンガン、えー、引いても大丈夫なんですかって、あの F10 アーケード全然しなくなったから、月に1回ぐらいしか。まあそういった面ではね、あまあどっかでお金を落としていかないと、たまる一方ということで使っていこうと思っていますと。 まあ、それだったら、えー、FIFA でって、FIFA っては1年おきにリセットされるからね、確実に。このゲームリセットされんのかな ?1 年おきに。そこだよね、大きいのは、やっぱり。うーん、1年でリセットされると思うと、やっぱね、お金のね、入れ方がね、ちょっとためらってしまう。だから、例えば今、ウイレなんかが、その、なんだ、えー、どこまでこれ続くんだろうって思うとね、やっぱお金入れづらいんだよね。9番、ローマ あ,あ、違う。ロベルト・フェルミーノ。星 4? この選手もうちょっと優秀だと思うんだけどね。ただまあちょっと最近ちょっと落ち目だよね。ブラジルの選手特有であれなのかなお酒の飲みすぎとかであれ、押し面だこれ多分。うん。スーパーサブないのか、押し面。押し面にスーパーサブついてたら多分ね、使うんだけどね。うん。 ウォシメ面スーパーサーブで、えー、足超速い。9番これ。9番、レ、レ、違った。オリビエジル。これついてるんじゃねあ、ついてた。まあ、この人にね、スーパーサーブついてても使うことはないと思うので、さようならどうそりゃそうでしょっていう。アマルディにまだですかとね。えー、っと、カスティ・ジェホ。スーパーサーブついてるんじゃねあ、ついてなかった。 あー多分あれだ。FP でついてたんだ。うん。スーパーサブのね、イメージのある選手とない選手ってあって、えー、マルディーニ来た。マルディーニパウロマルニ。もうお父さん、お父さんだよね、この人。まあ、正確に言うと、お父さんが、えー、ミランのバンディエラで、この人もミランのバンディエラで、息子がね、ポジションのせいか、ちょっとバンディエラにはならないかなって感じ。うん。 えーっと、クロス系の能力はないのか。うん、ないね、やっぱ。ただ、ディフェンス力はそこそこ高い。今、サイドバック、サイドバックなのかなこれ。うん。ちょっと待って、結構出が良くないこれ。最後、沼まるパターンじゃねえのねえ。いやーん、まりたくない。ということで、えー、ファビオ・カンナバーロを出てくださいと。 俺はね、レアル・マドリッド大好きだから、あの、レアル・マドリッドのユニフォームでやりたいんだけど、あの、権利もらってない、買ってないでしょ、ウィレ。何してんのバルサなんかいいから、レアル買いなさいよっていう。うん。えー、これ、ルメルル角じゃねなんか、出がいいんだけど、出がいいんだけど、あの、1番のあたりが出てない。 カンナバロとマルディーニってどっちが上なんだろうって話でね。俺はマルディーニの方だと思うんだけどなっていう。うーん、ゴディンは昔レーティング高かったね。あの、アトラエティコにいたのかな確か。うん。あの、シメオネの初期の頃。ええー、クラーニャ。だから今実際年齢的に30代の相当後半でしょう。さっき見てなかったのかよって感じでね。うん。あれこれ。 ピナモンティー。んー、アズールブルーって書いてあるけど。どこエンポリあたりかうーんー、マジで。カナバロまだ、ていうか今回早いな、出るの。こっから沼っていくパターンか。メニアメニア。この人のおかげであれだよね、ドンちゃんやっぱ、あれ、要するに能力が高くてやる気がなくて、忠誠心怪しいやつよりも、 まあそこそこ程度でも、その忠誠心が高い、やる気があるやつの方がいいんじゃねっていうのがね、証明されちゃったんだよな、あれ。まあ、さすがにレアル・マドリッドクラスになってくると、そんなのはいらないんだけど、ミランだからね、初戦。うん。初戦ミランだからねっていう。昔だとね、ミランって言ったら、まあ、超ビッグクラブなんだけどね。超超超ビッグクラブ。ルキッチ。 あれって感じ今も、ミランつったら、えー、プレミアリーグでいうとこの中堅よりしたの可能性あるよね、あれ。まあでも、外資が入ってくるから、まあちょっとまし俺もね、えっ、ー、と、自分が選手だったらどこのチーム行きたいですかって言われたら、えー、ちょいちりの選手だったらやっぱレアルだよね。うん。で、その次に、えー、レアル、えー、取ってたもんいいよね。 あの微妙に注目されてない感じが。ただとってでもね、監督の選び方のせいかね、なんかどんくさいカウンターしたがるんだよね、あそこ。だから俺は、うん、俺がね、えー、っと、弱いチーム引いたらカウンターしろって言うんだけど、俺がやるってなったら嫌なんだよねっていう。うん、どうせだったら、あの、ボールを持って楽したいよねっていう。 うん、だからまあ、えー、じゃあバルサ行けよって話なんだけど、あそこまではやりたくないんだよね。うん、えー、靴か。靴か。知らねえなぁ。誰だよ、靴かって。ほんとね。えー、っと、はい。一番、シェシェジュニーじゃないこれ。メレットだった。ブラジルでしょあれイタリア代表になってる。 あれこの人ブラジル人だったはずなのに。ブラジル代表の人材流出ってこの辺なんだよね。とはいえまあ、ゴールキーパーは、あれだよね、アリソンとエデルソンがいるから、まあ、ね、スタメンね、あれないんだけど、なんでイタリア代表なのロンちゃんがいるから、あと15年ぐらいはもう、ね、スタメンなんかないよ。 何何考えてんだろう行くんだったら、本当ポルトガルとかね。えー、ポルトガル、うん、いないよね、あんまり。アルゼンチンはまあ行けないか。うん。日本に来たらいいのね。日本に来たら多分、あ、フェディコ・キエイさん。この人、あ、うスーパーサブついとるやん。えー。この人、選手としては結構もう A 級ぐらい入ってくるからね。 スーパーサーブつけたらあかん側だと思うんだけど、3番、うん、あアルビオルあ、ラウル・アルビオルね。この人もだいぶ評価上がったよね、今回のチャンピオンズリーグで。まあ言うてリーグ戦だと、注意よりちょっと上くらいだから、まあそれってどうなのって、プッセット。ああ、アルゼンチンの選手ってあれだよね、攻撃陣があの豪華だから、あんまこう、うん、無理だよねって感じ。 えっと、これはパウリーニョ。パウリーニョ。パウリーニョ。29歳。知らねえなぁ。パウリーニョっつったらあれ、えー、トッテナムと、あと、バルセロナにいたあのボランチの選手だよねって、これからすりゃ。えー、これは、えー、ローマ。ローマのペレス。スーパーサブついてそうだけど、ついてなかった。 まあ日本代表にいたらあのレベルの選手で使えるのか使えないかっていう議論で昔だとね欲しかったんだけど今もういらないんだよねあのレベルルイパトリシ賞だなこれ8月った、えー、モンティーボっていうかカンナバロまだカンナバロカンナバロ、えー、インテルインテルにカンナバロっていたっけいなかったよねカンナバロって確かパルマ行っ で確かヒデとアドリアーノとムトゥがいた頃だうんでそっからユベントスに変われていってブッフォンも確か同時期じゃなかったかな1年ずれてたような気がするけどでセリエ B に落ちたあのー、疑惑であの時にレアル・マドリッドに逃げ出したのかな確かうーんカンナバロねカンナバロユベントス行ったの結構いい年だったからね ね、この人、身長の割にはってやつで、まあ、かなり、うん、バロンドール取ったのか。あ、イタリア代表が優勝した時2006年だっけうん、あの、ドイツ大会かなんかだった。あの、ジーコジャパンが派手に、あの、バカやってた時あれはひどかったね、あの、ジーコジャパンっていうのは。ジーコの G をね、自分で慰めるって書いて、あとこのな。 で、ジーコでね、あのー、オナニったのかなみたいに言われてたんだけどね、ジーコジャパンっていうのは。まあまあまあ、そんなこと言ったところでカンナバラまだですかと。20番、これはセビジャーだな。えー、ジオコ・カルロス。えー、まあなんていうか、組んででしょ今、セビジャっつったら。あの人どこ行くんだろう次、ね。結構、うーん、買われていくと思うんだけど、高い値段で。 どこだろうねシティシティか、えー、レアル・マドリッドな何これ、えー、ラッツィオだな、こりゃ。今一瞬なんかねマルー、マラドーナだ。マラドーナっぽいなんか雰囲気を感じたんだけど、どうも違ったみたいですと、えー。誰だ誰だアンヘル・ロメロ。なんかスーパーサブついてそうだねって。うん。 ちょっと生きった顔した能力低めの選手を見るとスーパーサーブみんなついてそうだよねっていう。えー、なんでかっていうと、まあ、簡単な理由言うとこれどこのチームなんだう当ん。本当に。しかも、ポジション的にどこなのかもよくわからんっていう、ハードプレスだし。うん、カンナバロ欲しいでござる。欲しいでござる。えー、オルバンオルバン オルファンならわかるけどね。オルファンって言ったあれだよね。あの、ブレンパワードの敵、オルファン。うん、知らないよ、誰も今時。秋田もう。うわ、今回コンプ早かったな。だいぶ余ったぞ。やったね。うひょーっていう。えー、カンナワロ来ました。ゲッツ。アザスっていう。えー、やっぱり能力控えめだね、これ。だいぶ。うーん、まあディフェンスとして必要なものは全部ついている。うわ。 これあれだ。レアルマドリッド0607ってこれ逃げ出した、うん、時だね、これ。うん。逃げ出したばっかの頃だ、これ。いやということで、ロックかけて終わります。と、当たりましたと。